レオホー、どうもおまっとさんでした。平八郎です。はい、今日の試合8対0でライオンズファイターズに勝利しました。おめでとうございます。竹内投手10勝目、おめでとう。さらに規定投球回到達、おめでとうございます。素晴らしいですね。いやー、もう新人王も当確、確定、もう言っていいんじゃないでしょうかね、これね。じゃあもうね、僕今日二日酔いなんですけどね、もうそんなこと言ってられないから、うん、そりゃね、行かないと。こんな、このね、ダントツ最下位の中でよ、竹内夏樹ほんと孤軍奮闘ですわ。うん、頑張ってくれた。ではでは、ライオンズの勝利、そして竹内夏樹の新人王、もうこれもう前倒しで祝して乾杯。あー、ダメだ、ちょっといい、向かい酒だな、向かい酒ちょっとしんどいな。うん、でもそうは言ってられないね。はい、そして今日のおつまみ、モスバーガーの月見フォカッチャでーす。僕の姉八郎がこの生配信に合わせて買ってきてくれたそうです。しかし姉が家に帰ってきた時にはもう試合が終わってたという状態で、なんだ、生配信のために月見フォカッチャ買ってきたのに、なんて言われちゃって、じゃあ分かった、それじゃあおつまみにさせていただきますと、ね、覚悟を持ってね、いただきたいと思います。モスバーガーの月見フォカッチャ死ぬほど食ってる気がします。いただきまーす。オニオンリーグもいただきます。完全に飽きてるよ。俺、うまいんですけどね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。惜しかった。惜しいですよ。美味しいとは思ってますよ、もちろんね。ただちょっと、いや、だいぶ飽きてます。月見ホカッチャね。さあ、今日のね、ファイターズ対ライオンズの試合振り返りましょうよ。ね、ライオンズの先発は竹内夏樹。試合前9勝6敗。片やファイターズの先発は山崎幸也。今シーズンもすでに10勝してます。10勝6敗。立ち上がりはね、2人とも 0-0 で来てます。その中でもね、2回の表、ファイターズが、ね、ワンアウトランナー1塁の場面で、バッターはね、郡司ですわ。郡司、センターへ伸びる打球が。しかし、センター、ライオンズセンター西川真也、フェンスダイレクトかという当たりをね、もう恐れることなくフェンスにぶつかりながらもジャンピングキャッチ、素晴らしい。ねえ、これがさ、抜けてたらだよ、もう多分一塁ランナー戻ってファイターズ先制みたいなことになってたと思うわ。いやー、もうまず今日は西川真也がね、守備で見せてくれましたわ。さあ、そうするとですね、ライオンズは3回の裏でした。先頭バッター殿崎がセンター前ヒット、さらに続く岸も、ライト前ヒットですわね。えノーアウトランナー1塁、バッターは住谷銀次郎、もう初球を見事に送りバント成功。いいですよ、いい流れでチャンスメイクしております。しかしね、もう昨日の試合とか見てたらね、もう散々チャンス作ってきては点に入らない。で、昨日のライオンズを見てきた手前、この回もなぁ、手入んないんじゃねえかなぁと、ちょっとね、怪しんで見てた。しかもバッターは、得点圏打率の低い源田壮介と来たもんだ。そしたら、源ちゃんセンター前に抜ける、タイムリーヒットやばいの。
前進守備のセカンド軍事のグラブをかすめると、センターへボールが点々と、その間に、二者生還よ、ホームに。二点先制。それでね、もう今日はこれだけじゃ終わらないのよね。5回の裏にもね、ワンアウトの後、8番岸が、スリーベースを放ち、続く住谷銀次郎、犠牲フライ。ねえ、もう最高の最低限。できるやないか、お前ら、こういうの。なんで昨日の試合にやらない、なんで、今、伊予さん、お前投げてる時にやらない、お前。来年は、ロッテ相手でもこういう試合をしてください。お願いします。5回にも野村大樹のタイムリースリーベース飛び出るわ。7回には西川真也がもう満塁から一郎みたいなバッティングでセンター前弾き返し2点タイムリー入れるわ。もう大変だったわ、まあ、本当に現地行けばよかったというのはね、嘘でね、僕は本当に皆様と生配信でね、竹内夏樹の10勝が見れたことが僕は何より言ったら嬉しかったですわ。まあしかしこの竹内夏樹という男は末恐ろしいですね。ルーキーで2桁でね、この貧打に悩むライオンズ打線を背負ってですよ、10勝しちゃうんだもん。波のルーキーじゃないよね。もう何度も言うようだけど、これライオンズのエースよ。圧倒的。ごめんなさい。もう今井達也よりも、隅田よりもちょっと、なんか安定感に関しては、竹内夏樹の方が全然あるんじゃないかなっていう風にね、感じてしまいますね。今年1年見てきて。フィールディングだったりね、牽制球だったりも今日もね、誘い出してアウトにしてたじゃないですか。あっぱれです。竹内夏樹。10勝6敗。ねえ、これで防御率いくつになったんだ？はい。2.17 になりましたわ。ねえ、規定投球回もちゃんと乗って、2.17 ですよ。素晴らしい！スタンディングオベーション！ねえ、見事ですわ。はい。私ですね。この後ね、プロ野球ニュース見たいんで、編集はささっとやらせてもらいます。ちょっといつもより雑かもしれないけど、ご了承くださいませ。プロ野球ニュース見ないといけないから。ね。はい。といったところで、今日の動画はこの辺で締めさせていただきます。チャンネル登録、高評価ボタン、コメントもお待ちしております。X とインスタのフォローもよろしくお願いいたします。明日はね、僕日勤作業があるんですけども、遅れてでも、ちょっとやらせていただくのでね、また遅れる際は、インスタ、ツイッターの方でね、告知の方させていただきますので、よろしくお願いいたします。それでは明日の生配信でお会いしましょう。さようなら、ライオン。目覚めの時だ、悪夢に別れを告げ